ああばっかいみたいな。なんだよ。みたいな。武井さんがご出演された街録を拝見しました。ありがとうさん。 自分の目指す方向を明確にした上で何を準備し何を積み上げるべきかを考え行動されてきた高井さんの生き様を尊敬します。外録の中で芸人さんからトークを学んだ話をされていましたが石橋高明さんからトークも含めにどのようなことを学ばれましたか現在私は47歳、11歳の頃から石橋高明さんに憧れています。高明さんはやっぱり特徴のある喋り方あの。 聞いたら、誰もが高垣さんだって分かる声。映像がなくても高垣さんだって分かるし、高垣さんのあのゆっくりした溜めて、あ,あ、ばっかい、みたいな、なんだよ、みたいな、そういう、いや、違うんだよ、って言って溜めながら喋るあれが、やっぱ期待感を煽ったりとか、何を言うんだろう、この人っていう、その真人で、はい、波声で喋ったりとか、 ちょっと潰れた声で、大石さん、石田さんの真似をするときとか、うんとかとかっていう、そのちょっと、うっっていう声みたいなのの出し方とか、高さとかが不快じゃないってことですよね。うん、だから意地悪するときの高さの声っていうのは、普段と違う声になったりとか、怒り声出すときとかの声とか、その声の出し方とテンポっていうのは、高明さんの,その嫌がられない、ちょうど、 ちょうど嫌な感じが面白くなる。嫌な感じが嫌な感じにならない声だったりするので、そういったことをすごく学びました。みんなそのタカさんが、あってだよって言ってんのが、なんなんだよって言って、あってだよ、まあ、なんとか、みたいなこと言って、なんとかって言ってこう語りかけるときも、なんでだよ、なんとかって言うと怖いんだけど、まあ、なんだよ、やはぎ、みたいなこと言って、ちょっとまったりさせると、 んなんだ,んだよいやはげとかって言うとなんかちょっとコミカルになるだからそういう声色とテンポとかだけで同じことを言ってんのに怖くもなるし楽しくもなるっていうのはあの人たちから教わった最初の最初の学びだったんじゃないですかね。